さーて、本日のメインイベント、メインイベントなのか、ブーチさんのカーマイン対サットさんのカーマインカーマイン対カーマイン。さーて、お互い体力ゲージの使いどころも勝敗を分けてくるのか。この同キャラ対決は何をした方が優劣を分けるのかがよく分かりませんが、まあ単純に上手い方が勝つということで、まずは仕掛けていったのはもうぐちゃぐちゃになって、どっちか分かんねえ紫カーマイン。さーて、すりつぶれろ、勝利はダメージが大変高い。そこからさらに回れで、すりつぶせでコンボ継続、紫カーマインノリノリである。さあで、チェインシフト、さらにコンボインフィニットアースですが、これ落としきれないか。あは、落ちた落ちた。5400ダメージ、予想以上にダメージが伸びて、さっそうと1ラウンド目取っていったのは紫マイン。さあ、紫マインっつってるけど、黒い方のマイン攻撃エフェクトが紫だから分かりづらいなこれなんて言ったか分からなくて、ちょっと中段が見えずに。さあで、車輪で固めて、さらにジャンシーコンボに持っていく。先ほどとは打って変わって、この黒色カーマインが逆にノリノリである。さあで、下段も見えない、さらに攻め続け、逃してしまう。逆にちょっと画面端背負わされるが、攻めの構成は相変わらず。いつまで続くか、黒マインのターン。さて、ここでやっと仕切り直すよ。ベールオフで切り返す、もう EX 技で切り返す。さあ、試し刺さってコンボ画面端、おっと、これは逃したくない、しっかり決めていった、インフィニットワース。さーて、お互いインフィニットワースで決めて、ゲージがすっからかんの状態。さて、試し、まずは当てていったのは出会い頭、クーロバイン。さらに社員からの固め、これシャイニー俺これカーマインに一つ物申したいんですけど、あの車輪のぐるぐるで、あのよく見えないんですよね、自分がどうなってるのかさあで、 EX くるくる、あった、ここでチェインシフト胸キ合わせたが、ここは投げられてしまう。さあで、下下攻撃、さらに攻撃が刺さるコンボで画面端、これは高ダメージ、さらにボコでボーパル、これは決まってしまったが、ラストは画面端から逃すことなく、しっかりコンボをきれいに切れていった。どっちの構えんだこれブッチさん、はい、黒マインかな、勝ったのはブチさんの黒マイン。さーて、あれよあれよとも決勝ラウンドですね。さーて、見事決勝ラウンドに進んだのは、まず、今回1キャラ参戦で見事生き残ってくれたターさんのオリエ、対するはカーマイン祭り、熾烈なカーマイン祭りを見事勝ち抜いたブチさんのカーマイン。さあ、それでは決勝ですね。ターさん、ブチさん、こちら前の方までお越しください。さーて、まあぶっちゃけで言うと、レジャラン的にはこんなに集まっていただけるとは思ってなかったんですよ。はい、正味と、あとはねおい、お願いします、店員さん、テストの件でお願いします。はい、ちょっと待ってくださいね、ブーチさんが、キャラ選択間違えちゃったみたいなんで、何ですかね、今回いなかった、いや一人いた、リンネ、私もみたいな感じで決勝に出てきましたが、さてブーチさん、次はお願いします連打ではリンネになってしまいますさて、次はしっかりと決めていきました、黒マインさて、27名かな、本日飛び入り参加も合わせての28名、予想以上の大所帯になっての決勝ラウンド、上位2名に勝ち上がったターさんの原田と原田ってもう呼び捨てになっちゃったけど、ブチさんのカーマイン。さて、果敢に攻めていくわ、ブチさんのカーマイン、前ビー、車輪、さらに中段と猛攻が続く。さて、耐え忍びたい原田さん、しっかりとガードして難を逃れ切って、さて原田のターン、中段見えない、断罪追加からのドロワですが、ダメージが見込めず、ベールオフで吹っ飛ばされて画面端背負わされてしまう。これはさて、インフィニットワース、これはさすがに届かないが、十分すぎるダメージは出る。さらにチェインシフト、ゲージ回収、あーこれは
見えないなあの中段は。さーてさ開幕投げ黒ワイン。さーて先ほどキャラ選択間違いすいませんでしたと言わんばかりの黒ワイン見事な立ち回り。さてオリエなんとか切り返したいぞ。これはタメドロワも見切られている。さてチェーンシフト切り返せるか。ゲージを回収してオリエのターンになりたかったんですが、そうはさせまいとマインちゃん攻撃が、マインちゃんノリノリです。さあおっと投げ抜けた、うまいこと抜けた。今のは投げられたくなかった。さてコンボようやくオリエのコンボが見られそうです。もっかいの昇竜と。さて画面端維持するわ原田さん。わ出た出た、言っちゃなんですか、ありゃ来たね。さてさらにコンボ、じゃんけん始まってますよ。抜け出せない、抜け出せない。チェーンシフトでさらにゲージを回収してベルオフ、見事にベルオフ、なんとか難を逃れた黒マイン。さてこれで分からなくなってきた。あーうまいうまい。断罪見切ってのインフィニットワース、劇的に決めたのはブーチさんのカーマインですね。いやーびっくりした。てめえ程度のクソがこの俺に歯向かうんじゃねえよ。